孫さんも看護師さんでいらっしゃる。本物の看護師さん呼んできます。調べてきます。ちょっと調べてきます。まあ、逆に食べちゃうタイプかな。一記録やってきたのにもよるだ。あ、失礼します。はじめまして、看護学生の那須と申します。よろしくお願いします。はい、あ、そうです。今日近くの那須の大学から来ました。今3年生です。はい。あ、そうなんですね。お孫さんも看護師さんでいらっしゃるんですね。あ、いえいえ、はい、こちらこそよろしくお願いします。失礼します。 A さんを受け持たせていただいている那須です。これから本日の行動計画をお伝えさせていただきます。あと10分でバイタル、あと10分でバイタル行く。とりあえずまず入ったら腕にマンシェット巻いて、空気これで入れて、で聞こえなくなったら収縮期血圧で、あれ聞こえたら拡張器、分かんなくなっちゃった。で先生から血圧計の場所とか聞いた？あ、そうなんだ、ここ水銀の血圧計置いてないんだね。あ、電動のやつ使っていいって。分かった、ありがとう。はい、あの低栄養によってむくみが出ているのかなと思うんですけど、はい、あ、ちょっとわかんないです、すいません。はい、ちょっと調べてきます。はいはい、あ、ちょっと調べてきます、すいません。はいはい、あ、ちょっと勉強不足で本当すいません。ちょっと調べてきます。はい、ちょっと調べてきます。あ、すいません、あ、すいません、すいません、あ、すいません、取ります。はい、あ、疲れた、あ、お疲れ。え、受け持ちの患者さん明日退院すんの？いいなあ、あと4日も実習あるじゃん。受け持ちの新しい人つけないって。だよね、今つけてもって感じだよね。シャドーウィング、オペ室見学とかするのか、いいなあ。もう見学とかだったらさ、計画立てなくていいじゃん、羨ましい。やっと新作食べれる。ねえ、そういえばさ、最近なんか痩せた？やつれた？うん、あー、胃がキリキリしてね、ストレスで食べられない。あー、かわいそう。でも食べた方がいいよ。私？あー、逆に食べちゃうタイプかな。 3,4 キロ太った。うん、実習始まってね。大丈夫？食べた方がいいよ。食べる？あ、お忙しい中失礼します。学生4名お昼の休憩に入らせていただきます。午後もご指導のほどよろしくお願いします。聞こえてるよね。失礼します。そういえばさ、今度うちらが実習に行くさ、那須病院の5階の B 病棟の鈴木さん、指導者さん、めっちゃ怖いらしいじゃん。ほんとやだ。3人泣かされたって聞いたもん。そうそう、そのね、すごい優しかった町田さん、今産休らしいよ。ねえ、早く戻ってきてって感じだよね。え、リーダー絶対やんないからね、その領域。はい、あ、点滴終わりました。あ、わかりました。すいません、ちょっと私学生なので本物の看護師さん呼んできます。はい、お待ちください。他にいるかな。 あと何段登るんだろう。今回の実習9階なのに先生毎回階段使えって言うからな。まあ学生だからしょうがないけどさ、疲れる。はぁ、1日記録やってきたのにもよるだ。月曜日までにアセスメントと関連図、あ、日曜日も返上するしかないか。はぁ、先生、食欲終わりました。はい、すごい気持ちいいって言ってくださって、はい、マッサージとかもちょっとしてきたので汗かいちゃったんですけど、はい、明日も明後日もケアに食欲入れてきます。お忙しい中失礼します。学生最後の挨拶をさせていただきます。本日で慢性期実習3週間の実習が最後になります。今回の実習で得たことを今後に生かしていきたいと思います。
ご指導のほどありがとうございました。